こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、皆さんにですねちょっとお詫びをしなくちゃいけないなと思いながらこの動画を回しているんですね。というのもですね、僕は結構この YouTube チャンネルの中で春だとか秋に着るトップスとして鉄板なのはニットだという話を何度もしてきたかなと思うんですね。まあその気持ちに変わりはないんですが、ただですねその一方でよく例に出していたのは、比較をするようにですねスウェットを出していたと思うんですね。ニットは OK でスウェットは NG みたいなお伝えをしていることが多かったんですけども、これはね皆さんにちょっとお詫びをしなくちゃいけないなというふうに思っています。まあこのスウェットというと本来はですね結構カジュアルな印象ってないですか？部屋着のようなカジュアルさ満点のイメージが僕の中にもあったので、スウェットというものはなるべく避けて、できればですね小綺麗に見えるニットを着た方がいいということをですねよくお話をしてたと思うんですけども、だからといってですねスウェットは必ずしもですね NG アイテムというわけではないんですね。従来の部屋着的なスウェットはあんまり良くないんですが、ここ数年ですねスウェットというアイテムがじわりじわりとですね注目を集めるようになってきたんですね。特に今季に関しては結構ですねスウェットを打ち出しているようなお店ブランドがあったりするんですね。そしてその中には従来の部屋着的なスウェットではなくて、もっとですね今っぽくて綺麗に見えるようなスウェットも結構あったりするので、今回はですね次世代のスウェットということで動画の中で解説をしてみたいなと思っています。まあ、先日結構いろんなお店をブラーっと回ってたんですけども、その時にたまたま入ったグローバルワークであるスウェットと出会ったんですね。まあ、なんとなく見た感じでこれはなんか綺麗な感じがするかなというふうに思ったんですが、実際に試着をしてみたところこれがですねめちゃくちゃ良かったんですね。このスウェットだったら結構僕らの世代でも似合うかなというものを見つけたので、今回は実際に購入をして持ってきてみました。こちらですね、このスウェットなんですけども、まあ、このように遠目で見ていただいても色も綺麗ですし、表面にですねちょっと滑らかな光沢感があってかなり上品なのが分かっていただけるかなと思います。まあ、従来ですねスウェットというとグレーだとかブラックのイメージが強かったと思うんですね。特にグレーに関しては部屋着感満載なのでどうしてもですね素敵に見えづらい部分があったんですが、まあ、最近のスウェットって結構カラーバリエーションが豊富で綺麗な色も展開があったりするんですね。今回こちらはトレンドカラーになっているネイビーよりももうちょっと明るいトーンのブルーなんですけども、こういったものもすごく見え方としては綺麗ですよね。あとはベージュだとかグレーとベージュの中間色のグレージュだとか、あとはライトグレーだとか、これはお店だとかブランドによってさまざまなカラー展開があるんですけども、結構従来的なスウェットよりもですねさまざまなカラー展開をしているお店が増えたんですね。まあその中でもグローバルワークのこちらはですねなかなか色が綺麗だなと思って購入をしました。まあ、シリーズ名はですねエアクッションっていうんですかね、ここに書いてありますエアクッションというシリーズなんですけども、これはですねなかなか完成度が高くて、実はですねこの1色だけではなくて3色展開してるんですけども、そのうち2色を購入しました。もちろん自腹です。僕の動画はですね基本的にガチでやってるので PR ではないんですね。全部自腹で買ってるんですけども、これはですねめちゃくちゃ良かったかなと思うので皆さんにお勧めしたいなと思っています。まあ、手で持った感じもですねちょっともちもちした質感でかなりですね肌触りがいいんですね。これだったら着ていても結構ストレスになりづらいのかなと思っています。そしてシルエットなんかもちょっと特徴的なんですけども、このあたりはですね後ほど実際に着ながらですねさらに皆さんに見ていただきたいなと思っています。今回これめちゃくちゃ注目なのでぜひですね最後まで皆さんお付き合いいただければなと思っています。はい、実際に着てみました。どうでしょうか。こちらが先ほどご紹介したグローバルワークのですねエアクッションというですねスウェットになるんですが、まあ、見ていただくと分かるようにシルエットは今っぽくですね少しゆったりとした作りになっています。今回はですね僕はサイズは S を選びました。これは僕の通常のサイズなんですけども、あえてワンサイズ上げたりしなくてもですね最初からゆとりのある設計になっているので、いつも通りのサイズを選んでいただければすごくですね今っぽいサイズ感が簡単に実現できるのかなというふうに思っています。そして何といってもですね特徴的なのはこの色味ですよね。まあ、従来のですねスウェットのグレーだとかブラックのような超オーソドックスなものではなくて、トレンドカラーであるこういったブルーだとか、あとはベージュだとかライトグレーだとか、こういったものの展開があるのがですね最新のスウェットの一つの特徴なのかなというふうに思っています。サイズ感と色が定番のものと違うだけでここまでですね見え方は大きく変わってくるのかなと思っています。僕の場合は今はです、ね
ですねユニクロのスマートアンクルパンツと合わせているんですが、上半身は少しカジュアルな雰囲気なんですけども、ボトムスはスラックスっぽいもので引き締めるという形でバランスを取るようにしています。そしてこちらのスウェットに関してはちょっと腕を託し上げて、時計だとかアクセサリーなんかをちょっとアクセント的に見せるようにしています。これぐらいの着こなしが結構気持ちが良くて、今動画を撮っているのが10月の中旬なんですけども、これぐらいでもですね全然無理なく過ごせるかなと思っています。そしてもう一つ皆さんにお伝えしたい特徴があって、これはですねなかなか動画を見てと伝わりづらいかなと思うんですが、素材のですね手触りがめちゃくちゃいいんですね。ちょっと見ていただきたいんですけども、ストレッチが効いていて非常に動きやすいっていうのもありますし、とにかくですね生地が滑らかで肌に当たってもですね全然ストレスがないんですね。こういった素材感って結構ですね不思議な感じがするかなと思います。この商品名のエアクッションというものにある通り、かなり軽くてですね柔らかい風合いというのが魅力で、そういった着心地の良さというところもかなり考えてあるのがすごくこのエアクッションの良いところなのかなと思っています。僕もですね10代20代の頃はそんなに着心地の良さって追求しなかったんですけども、意外と30代中頃を迎えた頃からですね着心地の悪い服はなかなかですね手が伸びなくなってきたんですね。どんなにデザインが良かったとしても着心地が良くないなとか、ちょっと襟元が当たって気持ちが良くないなとか、そういったものだとですね着なくなっちゃうんですよね。ですのでなるべくストレスのない着心地っていうのは非常に僕たち大人の世代には大切なテーマなのかなと思っています。そしてこういったスウェット系のものと結構同列にあるものがパーカーかなと思うんですね。パーカーもスウェットと同様にこれまではですね部屋着的なイメージが強かったんですが、ここ数年は無地でこれと同じようにですねトレンド色みたいなものが少しずつ増えてきて、かなり市民権を得たのかなと思っています。そのパーカーの次に来るのが間違いなくこのスウェットというジャンルなのかなと思っています。パーカーとスウェットって結構似たような部分が多くて、正直ですねこれにフードをつければもうパーカーになってしまうぐらいですね形としては近いのかなと思っています。このフードがあるかないかで全然使い勝手が違うんですね。フードがあるとさらにカジュアルな印象が出て、スポーティーさみたいなところも立つことができるので、それはそれで可愛いんですけども、こういったスウェットの利点っていうのはフードがない分ですね動きやすかったり重ね着がしやすいんですよね。フードがあるのもいいんですけども、ちょっと頭を洗おうかなとかかがんだ時にですねフードがバサッとこう前に来ちゃうのがですね個人的にはちょっとしたストレスになるんですね。ですがこういったスウェットであればかぶってきてしまえばですね、あとはフードがないので結構楽に着れるというところも結構気に入っている点なのかなと思っています。これはですね最近買ったものの中ではかなり満足度が高いですし、皆さんにもですねぜひお勧めしたいなと思うので、店頭に行って試着をしていただければなと思っています。僕は今回ですねこういったブルーっぽいものを買ったんですが、もう一色ですねベージュというものも購入したので、この後ちょっと着替えてみたいなと思っています。はい、着替えてみました。こちらはですねベージュというカラーなんですが、これもですねなかなかいい色合いかなと思います。ベージュといっても結構アイテムによって全然色合いが違かったりするんですね。ベージュのチノパンみたいなものもあれば、ベージュのトレンチコートみたいなものがあったりして、色の深みだとかが全然変わってくるんですが、僕はですねこのようなベージュは大好きですね。ベージュの中でも少し濃くてブラウン寄りのカラーというのがですね個人的にはすごくですね上品に見えるので好きなんですけども、まさにこのエアクッションのベージュは僕のですね好みのドンズバだったので思わず購入をしてしまいました。昔はですね同じアイテムで2色買いをするってことはあまりなかったんですけども、最近はですねこれはと思ったものは2色買ってしまうこともあるんですね。それぐらいドハマりした気持ちのいいアイテムなんですが、先ほどもお伝えした通りシルエットは少しゆったりめですね。後ろから見ても着丈はそんなに長くはないんですが、身幅にゆとりがあるようなデザインになっていて、非常にですねこの色合いもいいのかなと思います。ブルー系もすごくいいんですけども、あちらは寒色系になるんですけども、こちらのベージュの方が少し温かみだとか柔らかい雰囲気というところが伝わるかなと思うので、こういうものも一色持っておくと良いのかなと思っています。いずれにしろですねパンツはブラックだとか濃いネイビーで引き締めるというのが非常にバランスがいいかなと思うので、
これはもう間違いなくですね、ユニクロのスマートアンクルパンツを履いとくは間違いないかなと思います。もしくはですね、上半身が少しゆとりがあるので下半身を引き締めるという意味ではユニクロのブラック系ジーンズで引き締めてみるのも良いのかなと思っています。僕はですね、個人的にはジーンズとスラックスだとスラックスの方が好きなので、こういったスマートアンクルパンツを履いていますが、そこら辺は好みで履いていただければなというふうに思っています。結構ですね、僕は動画の中でベージュのチノパンをですね酷評することが多いので、結構ベージュ嫌いな男だと思われてるかもしれないんですけども、そんなことはなくて、僕はですねベージュはパンツに用いるよりもですね結構上半身に使うことが多いですね。このようなスウェットだとか、あとはニットもベージュを着ますね。あとアウターコート類でですねベージュを着ることが多いんですが、結構ですね上半身に持ってきた方が柔らかい雰囲気というのも出しやすいですし、ベージュの中でも明るいベージュよりもですね少しコクのあるような深みのあるベージュの方がですね大人の男性には似合いやすいかなと思うので、このようなベージュの色味に関してもちょっと頭の片隅に置いていただければなと思っています。今回のこのスウェットなんですけども、もちろんですね秋だとか春にですね1枚で着るのも良いかなと思うんですが、この上にコートを着ればそれだけでまた冬の着こなしというのが完成するので、ちょっとですねこの上にオーバーコートを羽織ってみたいなと思っています。はい、ということで上にですねコートを着てみました。こちらは動画の中でもですね何度か解説をしています。今季のユニクロ U のオーバーコートになるんですけども、ゆったりめのコートをですねこのエアクッションの上に羽織るだけで冬の着こなしが完成してしまうので、めちゃくちゃ便利かなと思います。従来であればこのスウェットの代わりにですねセーター、ニットを着ることが多いんですけども、ニットじゃなくてこういったスウェットでも全然雰囲気が出るのかなと思っています。このようなスウェット系というのはカジュアルな雰囲気なんですが、上にロング丈のコートを着ると結構ですねきれいめな要素が加わるんですね。そうすることでカジュアルときれいめのバランスが取りやすいかなと思うので、冬場に関してはちょっと着丈の長いコートと重ね着をしていただくのも非常に良いのかなと思っています。もしくはですね短い丈のダウンなんかを上に着るのもいいかなと思うんですが、ダウンというアウターはかなりカジュアルなので、それに対してスウェットだとちょっとカジュアルな方向に触れすぎてしまうのかなと思うので、ダウンのようなカジュアルなアウターのインにはですねやはりスウェットよりもニットの方がちょっと優先度が高いのかなというふうに思っています。ただ今回のようにこのようなチェスターコート型のコートの内側にはですね意外とスウェットのハマりもいいかなと思うので、ぜひ皆さんこちらの着こなしも参考にしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕がですね散々ですね NG アイテムとして挙げていたスウェットというものを改めて再解釈をしまして、皆さんに解説をしてみました。結構ですね僕の中では反省があって、スウェットというものがちょっとですね勢いが出てきたなっていうのはなんとなく感じていたんですね。ただどうしてもですね部屋着のイメージが強くてちょっと敬遠していた部分があったんですね。ですがこういったものを試着することで結構ですね僕の価値観もバンと開くことができたかなと思っています。このようにですね先入観でアイテムを見てしまうとどうしてもですね自分の価値観が広がらないので、僕自身もですね日々反省しながらですね自分の着こなしというところを見直しをしています。ぜひ皆さんにもですねこのような上品に見えるスウェットというものにもトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。